エスペロ・エスペロは、イタリア海軍の駆逐艦。トゥルビーネ級。1925年4月29日寄港。1927年8月31日浸水。1928年4月30日収益。駆逐艦、オストロ、ゼフィーロ、ボレアと共に、ラスペツヤを基地とする、アイデストロイヤー・フロッティラの一ーとト,トンスカドレンに、所属。 第一次上海事変後、イタリアは、官邸2隻とサンマルコバタリオンの派遣を決定。エスペロと従順洋艦、トレントが派遣されることになり、2隻は、ドメーニコキャビゴナリー提督に率いられて1932年2月5日に、ジェノバから出発した。トレントは3月4日に、上海に到着したが、エスペロは悪天候で、サイゴンに退避したため到着が3日遅れた。 日中間で停戦が成立すると、トレントは1932年5月14日に、上海を離れ、イタリアへの帰途に着いたが、エスペロはその後も1年間極東に留まった。1934年、エスペロは、オストロ、ゼフィーロ、ボレアと共にセカンドネーバルディビジョンのホースでストロイヤー、スカドレンを編成した。イタリアの第二次世界大戦参戦時には、 セカンドデストロイヤースカドレンに所属。1940年6月27日、エスペロとオストロ、ゼフィーロはタラントから出撃し、北アフリカへ、対空砲10門、弾薬120トン、人員162名を輸送する任務に就いた。6月28日、ザ・キントス島の西でサンダーランド飛行艇に発見され、戦団の援護のために出撃していた。 イギリス第7巡洋艦船隊がイタリア駆逐艦の攻撃に向かった。同日、またパン・ミサキ西南西沖でイタリア駆逐艦はイギリス第7巡洋艦船隊に捕捉された。イタリア駆逐艦は逃走するも、その艦でや積み荷を積んでいることなどから次第に追いつかれ、またエスペロは不具合のためボイラー1機が使えず拘束が出せなかった。部隊を率いる エスペロ座上のエンリコバローニ大佐は、エスペロが反撃を行う間に他に2艦は逃走する。要明時、エスペロは交戦後沈没した。シドニーによって225名中47名が救助されたが、アレクサンドリアへ向かう途中で3名が死亡した。また、6名がボートで漂流した後に潜水艦、突発用に救助された。バローニは戦死した。戦闘中、エスペロは、 リバプールに4.7インチ砲一発を命中させている。オストロとゼフィーロは闘争に成功した。ありがとうございます。